はい、この日曜日にちょっと市役所の方でイベントがあったんですよ。それは働く車のちびっこ体験会ですよね。でゴミ収集車の操作ができるよみたいな、ゴミを捨てることができるよみたいなのを職員さんがこうね安全管理しながらこう毎年毎年やってくれて、子供たちちびっ子たち大喜びなんですけども、その動画をねちょっと撮ったんですよ。そしたらコメント欄に、なんて危険なことをするんだ、これで年間何人の子供たちが死んでるのか怪我してるのか分かってるのかみたいなコメントが書かれましてね、どうしましょうみたいな感じですよね。はい、ジェットコースターは危ないじゃないかって書かれてあるもんなんでね、まあ危険といえば危険ですよね。だから安全管理をしながらきちんと市の職員さんが一人ずつね、一人のちびっ子に3人ぐらいの職員さんがついて安全管理しながらゆっくりやってくださったんですけどね、まあこれもコンテンツですよね。なんかこうやればケチがつくみたいな、そんなこともありかなというところでございます。いってらっしゃい。